それでは山の中腹にある眠りの花畑を目指しましょう。この山には魔物がいるので十分に気をつけてくださいね。了解だ。必ず君を仲間と合わせてやるからな。今の敵に。リリス様、気がつかれましたか？ここは秘密のアジト。ナバール盗賊団に占領された城を奪い返すため準備を進めているところです。ナバールが攻めてきた日、私たちは連れ去られるエリオット様を追いかけて城を出たのですが、先ほどの眠りの花畑に迷い込み、不覚にも気を失ってしまったのです。風向きが変わって目を覚ました時にはすでにエリオット様の姿はなく、城も落城して申し訳ございません。いいのよ、みんなこうして生き残ってくれたんだから。リース様、ではお仲間の皆さんがお目覚めになったら向こうの部屋にいらしてください。みんなリース様に会いたがってますよ。様、よくぞご無事で。ジー、落ち着いて。もう大丈夫ですが。どうすればローラント城をナバールの手から取り戻せるかしら。この人数では正攻法ではナバール忍者軍にかなうはずがない。何かいい知恵はない？すみませぬ、わしは子守役、戦術にはとんと疎いもので。ああ、おお、そうじゃ、賢者ドンペリに頼めば何かいい知恵を授けてくれるかも。ドンペリ？そうです、はい。かつて竜帝との世界大戦の時に強大な力を誇るドラゴン族を出し抜き、ホルセナの英雄王を勝利に導いたと言われる奇跡の戦術師ですじゃ。その方は今どこに？それがですな、人間ではないのですじゃ。彼ドンペリはコロボックが、ジャドの南ラビの森のどこかにコロボックの村があるらしいのですが。早速探しに行ってみましょう。お待ちくだされ。コロボックルは大の人間嫌い。まともに言っても絶対やってはくださいますまい。で、どうすれば？賢者ドンペリは人間の格好で言っても会ってくれないので、人間以外の姿、例えばコロボックルになりすますことができれば、あるいはちびっこハンマーといわれる秘宝がバイゼルにあると聞いたことがありますです。それを使えばうまくコロボックルになりすますことができるやもしれませぬ。あれ、ボンボヤジの大砲と同じですね。ボンボヤジを知ってるんですか？彼のいとこのメルシーです。よろしくね。私たちをバイゼルに飛ばせる？お安い御用です。準備はいいですか？
いらっしゃい。何が欲しいんだね。うしでも意外とつまらんもんだね。ちびっこハンマーが手に入ったし準備万端ね。早速ラビの森に行ってコロボックルの村を探しましょう。来るかい。ちびっこハンマーが手に入りましたね。よかったです。早くラビの森に行ってドンペリ様とお会いしましょう。人間だってバレないように気をつけないとな。あっ、あれってもしかして。小さくなれるのでしょうか。見かけないやつだな。ええ、今度この村に越してきたの。よろしくね。何か人間の匂いがするぞ。まあ、嫌だわ。バカな人間にくっついてきましたからね。匂いが移ってしまったのかも。そうか、人間のバカにか。そいつは傑作だ。ところであなた、賢者ドンペリ様はどこにいるか知ってる？さあね、自分で探してみ。こうなったら、村中でドンペリ様のことを聞いてみましょう。本当は人間だって気づかれないよ。慎重にね。あの、ドンペリ様が見当たらないのですが。いるさ、わしじゃよ。そんな、先ほどはどこにいるか聞いても教えてくれなかったじゃないですか。あの時わしは歩き回っとったからな。どこにいるかはその瞬間瞬間で違うから答えられんよ。なんて人なんでしょう。それもそうですね。どうした？声が震えておるぞ。ところでドンペリさんよ、噂じゃローラントのコロボックル村でネズミが大発生してネズミたちにコロボックル村が占領されてしまったらしい。同じコロボックルとして放っておけないと思うんだ。村を取り戻してやるいい知恵はないもんかね。ほうほう、それはお困りじゃろう。ローラント、ローラント。おお、ひらめいたぞよ。まず、風の精霊、ジンを見つけなされ。しかし、ジンさんに会うには
風神像の仕掛けを解かなければならないと聞きました。果たして本当にそうじゃろうか。風の流れは常に変わるものじゃ。マナの力が枯渇しておる今、神の力を悪用せんとする輩がおらぬとも限らぬまい。風が乱れ出した。風神像に何かあったのかもしれんが、まあまずはわしの話を聞け。ローラントの山の中腹から枝分かれした道の先は風の回廊と呼ばれる難所じゃ。風神像の向きを変えれば風向きが変わって道が開けるはず。あとはお主たちで考え。通路の奥に風のマナストーンがある。風の回廊のどこかに陣はおるじゃろう。あとは眠りの花畑で陣の力を使えば眠り花粉をローラント城に送り込み、寝込んだナバール兵を一網打尽じゃよ。なんです、私たちが人間だって気がついてたのですね。当たり前じゃ。世界中でコロボックルが住んでいるのはもはやこの森だけだから、よそ者など存在せんのじゃよ。それにほれ、お主フェアリーに取り憑かれとるじゃろう。わしらコロボックルにはフェアリーが宿主に選んだ人間は一目でわかるからな。人間は嫌いじゃが、フェアリーが出てきた以上は世界の危機。わしらも安全では済まぬからな。からかって悪かったが、こればっかりはやめられん。ああ、いや、すまんすまん。幸運を祈るよ。ドンペリさんのおかげでローラント城を奪還できそうね。はい、一刻も早く風の回廊に向かいましょう。皆さん、引き続きよろしくお願いします。ドンペリ様の言う通り、誰かがジンさんを狙っているのかもしれない。急ぎましょう。風の仕掛けか。これは骨が折れそうだな。早く謎を解いて風のマナストーンのところへ行きましょう。なんとしてでもローラント城を取り戻すんです。あれは？これがマナストーンね。見るのは私も初めてだわ。この中からやがて神獣がよみがえり、世界は再び暗黒に。やめて！ごめんなさい。そうならないように頑張ってるんだもんね。さあ、この近くにジンがいるはずよ。探しましょう。おい、こんなところに新しい足跡があるぜ。こっちの方に続いている。行ってみよう。
消えた。ジンの様子がおかしいよ。気をつけて。何者なの？わからんだす。マナストーンを調べてたかと思うと、いきなりわしに襲いかかってきただす。わしからエネルギーを吸い取り、全カーを召喚したんだす。あの人もマナストーンの封印を解こうとしているのかしら。ジンさん、実は…事情は分かっただす。あんたらわしの命の恩人だす。一生お供するだす。ようやくローラント城奪還の準備が整いましたね。皆さん、本当にありがとうございました。ドンペリ様の策を遂行するため、眠りの花畑に向かいましょう。お帰りなさい。賢者ドンペリには会えましたかな？ええ、見ててください。はいな、お任せください。ご主人様出す。今がチャンスです。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけてください。樽の中にまんまるドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。これ以上ローラント城を敵の好きにはさせません。父の無念を晴らすためにも必ず城を取り戻します。協力するぞ、リセ。俺も操られた仲間を放っておけないからな。ひどいです、城内にモンスターを放つなんて。バル盗賊だ。絶対に許せません。
ビル、ベン、俺だよ、ホークアイだ。俺が誰だかわからないか。頼む、目を覚ましてくれ。知らんな。行くぞ、ベン。おう、ビル。忍法、おう。そこを動くな。そこキュッ、貫く、これでキュッキュッと、はい、そ、覚えてろ、美獣様。申し訳ございません。イザベラ、もう逃げられないぞ。あら、坊や、まだ生きてたの？イザベラか。そういえば、そう名乗っていたこともあったっけ？お前は一体何者だ？ナバールやローラントを占領して、何をしようとしている？私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。ああ、イグルの仇！物忘れが激しいようね。私を殺してもいいのかしら？死の首輪か。そうさ、ジェシカの命、私が死ねばどうなるんだっけ？城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でも、もうお父様は戻らない。仲間だったビルやベンまで、今やナバールは完全にイザベラ、いや、美獣の手中に落ちたようだ。美獣、あの人が私の父と国を奪い、エリオットをさらわせた。許せない。リス、聞いてくれ。今あいつを倒せば、あいつに呪いをかけられたジェシカという女の子の命が危ないんだ。頼む、少しだけ時間をくれないか。マナの剣さえ手に入れれば、ジェシカを救うことができるんだ。そのジェシカさんって、ホークアイの？いえ、何でもありません。わかりました。それに、私たちも国を立て直さなければなりませんし。ありがとう、リス。ここもいつまた奴らが攻め返してくるかわからないぞ。一度は炎上して失われた城の防御も、ナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって、我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて、城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう、ライザ、みんな、ありがとう。私は王国復活のため
行方不明のエリオット王子を見つけ、マナの剣を手に入れて戻ってくる。それまでお願いね。リーサ様、お気をつけて。さあ、風の精霊も見つけたし、国王陛下に会いに一度フォルセナへ戻ろう。ところで、盗賊団に占拠されたパロはどうなったでしょうか。未獣が去ったことで盗賊団の洗脳も解けているんじゃないかしら。そうか、それなら安心して船に乗れるな。俺の親父も旅の途中で船に乗ったのかな。この野郎、お前らのせいで町はめちゃくちゃだ。オラオラオラ、たわけものめ。ニキータ、ニキータ、俺が誰かわかるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。おう、まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。大っぴらに呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは、美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには、新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだのですが、チカロウに入れられてしまい、あのチカロウ、兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったんにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。俺たちは一刻も早く精霊たちを見つけて、マナの剣を手に入れ、ジェシカの呪いを解く。ニキータはローラント城に事情を話してかくまってもらえ。はい、兄貴たちもお気をつけて。バイゼルについててもいい頃なんだけど、なんだか様子が変だわ。何？なんでしょうか？この船、やっぱり様子がおかしいです。もしかすると、あ、ねえ、この船ってもしかすると幽霊船？ちょっと待って、
精霊の気配を感じるよ。でも、なぜかとても弱いの。じゃあ、この船に精霊がいるってこと？わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。皆さん、力を合わせて頑張りましょう。何これ、公開日誌。ああ、何よこれ。こんにちは。どうも、私幽霊マニアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。私、死んでしまったのね。これは、さっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと、一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても。そんな、置いていかないで。ひどいよ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？えへへ、バレちゃいましたか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。お願いします。もし探すのが嫌になったらいつでも変わりますから言ってくださいね。この気持ち悪い船を二人で探索することになるとはな。早く呪いの元を見つけてあいつを迎えに行こう。変わってくれるの？ありがとう。行くぜ。さあ交代してくれ。ようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて私たちを解放してください。方法は一つだけ。私を倒すことだ。たった二人で戦うしかないのでしょうか。ああ、こんな船で一生を終えるのはごめんだぜ。一体何を仕掛けるつもりです。よっ、まずいな、こりゃ。よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。
仲間の呪いも解けたであろう。助かった。ありがとうよ。でもシェイドさんがここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？いや、闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。お？かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使っていた。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭も同じことを言っていたな。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。それから長い年月が過ぎ、世界はよみがえった。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放されたのに、この船が消えてしまうのだ。
さっきの巨大生物は一体何だったんだ？もし魔物だとしたら、ぜひ戦ってみたいな。わからないけど、今はこの島から脱出する方法を考えましょう。騒がず落ち着いて逃げましょう。待って、彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな。この洞窟のどこかに海の主がいるんだ。早く見つけて噴火前に島から脱出しましょう。私はエリオットを助け出すまで死ぬわけにはいかないのです。何者ですか？私はジャガンの伯爵、黒の貴公子様の予言に従い、貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのでな。赤い目、バイゼルの奴隷商人が言っていた赤い目の男はあなたね。エリオットを返して。お前がローラントの王女か。ローラントの王子は返すわけにはいかない。黒の貴公子様が彼を必要とされているのでね。黒の貴公子は何者なの？エリオットをどうしようというの？お前たちは知らなくてもいいことだ。どうせ生きては帰れぬのだからな。間もなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。とうとう噴火が始まってしまいました。どうすれば。あれは何？助けてくれるの？時間かかっちゃってごめんなさい。急いでフォルセナに戻り、英雄王様に会って残りのマナストーンの場所を聞きましょう。無事に戻ってきたな。これで八精霊のうち光、土、風、そして闇の四つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは四つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、
霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよう。フォルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。お前たちが火山島仏閣から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。やつが助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも、砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。